菅官房長官が今年5月にアメリカを訪問する方向で調整していることがテレビ東京の取材で分かりました。拉致担当大臣としてニューヨークの国連本部での拉致問題のシンポジウムに出席する意向です。菅長官は去年5月にもアメリカを訪れていますが、危機管理を担う官房長官が2年連続で外遊を行うのは極めて異例です。